アルミラス・クリプチェンコはインターナショナルマスターとウーマングランドマスターの称号を持つモレドはフランスのチェスプレイヤー。2001年にヨーロッパ女子個人チェス選手権で優勝し、6度フランス女子チェスチャンピオンになった。1976年、キシナウで生まれる父親がウクライナ人で母親がアルメニア人。6歳の時にチェスを始める。1992年、 ドイツのデュースブルクで開催された世界ユースチェス選手権における16歳未満の部で優勝した。1993年には18歳未満の部で銅メダルを獲得した。彼女は1997年にフランスのグランドマスター、ジョエル・ローティエと結婚し、フランスに移住した。2002年、ジョエル・ローティエと離婚した。2001年、フランス市民になった。その後、 フランスのグランドマスター、ローラン・フレシネと結婚し、2007年1月に娘を出産した。2001年、25歳で、ウィメンズ・ヨーロピアン・インディビジュアル・チェス・チャンピオンシップで優勝した。この時、2001年、モルドバ最優秀スポーツ選手に選出され、母国の国家功労勲章を授与された。2004年、ノース・ヨーロルズ・カップで優勝した。 クラスのトゥリーンスクで開催された9ラウンドのシングルラウンドロビントーナメントでは世界で最も強力な10人の女性プレイヤーが参加した。スクリプチェンコの最終成績は元女子世界チャンピオンのマイアチブルダニゼに0.5ポイント上回り直接の対戦でも勝利した。2005年ビールで開催されたアクセンタスレディーゼトーナメントで優勝した。スクリプチェンコは 2000年、2001年、2010年に世界女子チェス選手権で準々決勝に進出した。パリに住み2002年からフランス代表として競技会に参加するスクリプチェンコはヨーロッパにおけるチェスの普及にも尽力している。彼女は2004年、2005年、2006年、2010年、2012年、2015年にフランス女子選手権で優勝した。団体戦では ナオチェスクラブ、クリシーエチェストフランス国内、チェスリーグを制覇し、ベルダーブレーメンと、ドイツ国内チェスリーグであるブンデスリーガを制覇した。他の実績として、2003年、2004年、2005年に、バーデンオスで獲得した3つの国内女子タイトル、モンテカルロクラブカップで獲得した5つの、ヨーロピアンクラブカップ優勝などがある。チェスオリンピアードにモルドバとフランスの代表として、 何度か参加しており、常にチームのトップボードを務めた。また、アソシエーション・オブ・チェス・プロフェッショナルズの理事でもある。スクリプトシェンコは主要なポーカートーナメントも参加している。2009年、彼女はワールドシリーズ・オブ・ポーカーノー・リミット・テキサス・ホールデム・トーナメントで7位になり、78,664ドルを獲得した。2011年、彼女は ワールドポーカーツアーの有名人招待トーナメントで2位になり5万ドルを獲得した。ポーカートーナメントの獲得賞金は25万ドルを超えている。将棋をプレイすることもある。ありがとうございます。